イデンピエレは、オスギーやデンピエレとして知られている、オープンソースの ERP ソフトウェアで、レスポンシブデザインに対応しており、PC やタブレット、スマートフォンなど、端末の種類を問わず使用することができ、CRM と SCM の機能も提供しています。イデンピエレは、無料で使用でき、以下をサポートしています。イデンピエレのシステムアーキテクチャは宣伝されており、ERP システムを シンプルで柔軟性のある状態を維持しつつ容易に拡張することができます。イデンピエレは j e t ィと WebGUI の開発フレームワーク ZK のバージョン8.0、8.5から構成されています。オスギーフレームワークを使用してプラグインにより機能を拡張することができます。データベースには Oracle11G、12C と Postgres ル l 9、10をサポートしています。 またスイングで作成されているデスクトップクライアントもあります。遺伝ピエルは Web アプリケーションとして使用することができ、Firefox、Chrome、Opera そしてインターネットエクスプローラーなどの主要なブラウザをサポートしています。Web アプリケーションのため関連するレコード間でのリンクができユーザーは関連するレコードを簡単に参照することができます。アプリケーション辞書 遺伝ピエレアプリケーション辞書は遺伝ピエレの特徴の一つであり、データ辞書のコンセプトをアクティブデータ辞書に拡張したものです。アクティブデータ辞書はエンティティ、バリデーション、ルール、ウィンドウ、フォーム、そしてその他のアプリケーションのカスタマイズを Java のコードを記述することなく行うことができます。そのため遺伝ピエレは ERP としてだけでなく、 データベース駆動のアプリケーション開発フレームワークと考えることもできます。遺伝ピエレでは新しいテーブルを作成し特定のビジネス情報を管理するアプリケーションをとても簡単に作成することができます。遺伝ピエレの2つ目の特徴は ERP、ER、CRM そして SCM の機能を拡張する機能をプラグインとして開発できることです。 OSGI の使用により開発した個々のプラグインはバンドルと呼ばれ動的に追加することができます。遺伝ピエレのウィキではプラグインマーケットが用意されておりユーザーが格付けすることができます。遺伝ピエレは WFMC にもどつく標準化されたワークフローエンジンを持ちビジネス文章の承認フローと BPM で必要とされる要件を管理することができます。 遺伝ピエレのデータ分析器用データ分析用の各種フラグが用意されており、アプリケーション辞書の設定によりデータを分析表示することができます。遺伝ピエレの標準業務機能、プラグインの種類、遺伝ピエレはとても活発な世界的なプロジェクトでバズル方式で開発されています。独裁者や 特定の企業による統治もありません。ウィキやバグや課題をチケット管理するシステム、フォーラムなどを活用して運営されています。遺伝ピエルのコミュニティにはユーザーや開発者、そして各種専門家がいます。日本や中国、アメリカ、ドイツ、インドネシア、ブラジル、マレーシア、コンビア、インド、ロシア、そしてその他の国々に 活発なローカルコミュニティがあります。で、オパンハイヤーのようなオープンソースのカンファレンスや大学での講演を通して広く受け入れられています。ユーザーや開発者、文章作成者にとってコミュニティに接触する良い方法はウィキやフォーラム、チャットを使用することです。開発環境として遺伝ピエレは Eclipse 4.718バックミンスター マーグユーリアリクリップス、イクイノックス、そしてアパッチフェリックスウェブコンソールを使用します。遺伝ピエレはバグや課題などの管理にジラを使用しています。ここでコミュニティメンバーが行う各種貢献がアジャイル的な方法で統合されます。しかしながらすべてのソースコードはピュアレビューを通して遺伝ピエレのコアにコミットされます。コミュニティメンバーが行う 隠し貢献は尊重され、遺伝ピエルの公式、レポジトリにクレジットされます。ありがとうございます。